ヘンリー・ジョセフ・クリップスは、オーストリア出身の指揮者、作曲家。ウィーンの薬学博士、ヨーゼフ・ヤコプ・クリップスの家に、ハインリヒ・ヨーゼフ・クリップスとして生まれる。父親はカトリックに改宗した、ユダヤ人だった。ウィーン音楽院とウィーン大学を卒業後、1932年に、地元のブルック劇場で指揮者デビュー。1933年からインスブルック。 1934年からザルツブルク、1935年から1938年までウィーン・フォルクス・オーパーで指揮をした。1938年からオーストラリアに渡り、オーストラリアの映画音楽の作成をしたり、ピアノ伴奏の仕事を引き受けたりして、ここをしのいだ。1942年から翌年にかけて、ジョージ・パターソンの放送会社の音楽監督を務めた。 1944年にオーストラリアに帰化し、オーストラリア放送協会所属のオーケストラを指揮する傍らで自らオペラカンパニーを立ち上げた。1948年にパース交響楽団の首席指揮者に就任し、その翌年から南オーストラリア交響楽団の首席指揮者を兼任した。1967年からサドラーズ・ウェルズ・オペラに客演するようになり、 1972年に、オーストラリアのオーケストラのポストを優待した後は、ロンドンを本拠に指揮活動を展開した。1970年に、ウベを受訓している。アデレードにて没。クリップス、ヘンリー・ヨゼフ・バイザイガス・ドラブス、ハットナクソス・ジャパン、インク、5人兄弟の抜歯として生まれ、兄、ヨーゼフ・アロイスも後に指揮者として巧妙になった。ミュージシャンズ・シンス・ナインティンハンドレッド。 パフォーマーズ・イン・コンサート・オペラ。ありがとうございます。